ラーメン最遊記は、原作、久部六郎、作画、カワイタンによる日本の漫画作品。ビッグコミックスペリオールにて、2020年5号から連載中。話数表記は、第0倍。前作、ラーメン最遊記の、テレビドラマが2020年4月より放映されることを、契機に連載がスタートした。令和時代のラーメン界とフードビジネス界を描く。 ニューウェーブ系ラーメン界のカリスマ、セリザワタはラーメンに対する情熱を失いつつ、あった。ラーメン清流房各店やコンサルティング業務の清流企画の売り上げは好調で、特に、塩見ゆとりが店長を務める麺屋なでしこは、年間売上が前年度比96%増。その中で、グループ期間店である麺屋ヤセリザワは、黒字は出しているものの、 看板メニューの月替わりラーメンの不調により売り上げの微減が続いていた。そんな中、セリザーと潮見はラーメン評論家から大学教授に転身したアリス料の食文化としてのラーメンを論じたラーメン論4.0の出版記念パーティーに招かれる。そこで世界的グルメガイドムシュロンで2つ星を獲得した東京ガストロノメン店主。 米倉ク大がセリザワをけなしたことがきっかけで、ゆとりの思いつきでセリザワと米倉による、新旧天才ラーメン職人対決が企画されたので、あった。対決のお題となったラーメンは、他の料理では味の決め手に使われたりするがラーメンでは一向に、メインとして使われなかったお酒を使ったラーメン。対決が正式に決まった後も、 セリザワはラーメンに対する情熱を取り戻せないでいたが、ラーメン厨房ーードキュン、店主、武田剛造の言葉で、自分が好きなラーメンを好きに作りたいだけのいかれたラーメンバカで、あることを再認識し、情熱が復活。ヨネクラが純米酒の旨味を中心として、出汁やタレを補助とした、塩ラーメンを出したのに対し、セリザワが出したのは、スタウト、インディアペールエール、ランビックの3種のビールを用いた、 苦味を全面に押し出したラーメン。苦味という、これまでのラーメンにはない要素を取り入れた芹沢が対決を制する。米倉がラーメンの道へ飛び込んだきっかけが芹沢であったことが発覚し、米倉とも和解する。その夜、清流企画で祝賞会が開かれるが、ゆとりは、米倉の日本酒ラーメンも、芹沢のビールラーメンも凡庸な着想で、そこそこと言い放つ。 傲華不尊な態度に起こった、セリザワの社長命令で、ゆとりが制作したのは、酒は酔うためのものという持論をもとにオレンジワインを使ったアルコールを飛ばしていないラーメンだった。ゆとりのラーメンに白旗をあげたセリザワは、ゆとりへの社長交代を告げるのであった。ラーメンに野菜炒めを乗せる、ベジシャキ豚麺が主力商品の中規模、ラーメンチェーン店、郊外を中心に、 着実な成長をしている。野菜炒めは8種類から選択が可能。ありがとうございます。